おはようございます、ブリッジです。クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅、実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、ついにこちらのゲームの発売日が来てしまったわけでございますね。このゲームなんだけど、元はね、なんか僕の夏休みっていう、その元々 PSP かな、なんかプレイステーションとかであったゲームのそのクレヨンしんちゃん版みたいで、その僕の夏休み自体のそのスタッフさんがなんか関わっているゲーム、そんでもってかつそのクレヨンしんちゃんとのコラボってことで、まあ私ブリッジ自身ね、そのこの僕の夏休み、まあ略して僕夏をやったことないんですが、まあね、これを機にまあクレヨンしんちゃんもコラボしているってことで、今回やってみようかなって思いました。つうわけでやってきます。早速始めからと。お、ロード中、しんちゃん。ここは無限に広がる大宇宙。急に宇宙の埼玉県春日部。上げてから下げるタイプか。なるほど、初手上げてから下げるね。急にあの海外のなんかハリウッドの映画みたいな展開から急に埼玉県春日部に移るのか。そう、まあね、あの埼玉県春日部っつうのが、あのやべ、埼玉県が言えねえ埼玉県が滑舌悪すぎて言えねえんだけど、埼玉県春日部っつうのが、このしんちゃんたち、野原家が住んでいる町なんだよね。まあ、実際春日部っていう町自身があるか、町自体があるから、お、ドドン！最高のおバカンスを迎えるために、新幹線に乗って九州に出発、おしんこー、熱々。おー、ボイスが、あ、しかも、白もいる。で、ヒマもいるし、相変わらずのメンバーだね。父ちゃんがいない里帰りをしたら、じいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。すげえ、フルボイスなんだな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。そう、今回はあれ舞台が熊本なんだよね。里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから。二人ともミサイの幼馴染のところなんだね、場所が。新郎さんたちは夏休みの一週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにして。なんか言いづらい、滑舌の悪い人には言いづらい名前だな。ヨヨコ、ヨヨコ。そのでもなかったで、やべえ、更新データがダウンロードできた。モンハンのモンスターハンターの更新データが入っちまったけど、一旦置いといて、熊本、熊本。あ、ヒロシ、おー、こっちこっち、疲れただろう。これがこの日本で一番愛されている父親と言われる野原ひろし。後ろ姿だけがたくましい。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。ああ、まあ新幹線ってでもそんなもんだよな。結構あっという間だよね、寝たら。なんだ？あ、どうした？あっという間の長さを実感してるのね。あ、そういうことか。やべ、全然俺がついていけなかった。さすがね、やっぱミサイはね、やっぱしんのすけのやっぱ母ちゃんだからね、そういうのもわかんのか。熊本駅でも目的はここ。まだ時間かかんの？2時間かかります。めちゃんこかかるな。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の阿蘇の町。阿蘇ってあ、なるほど、阿蘇だから阿蘇ね。まさすがに阿蘇って町はないだろう。おっ、くまモン。あれだよね、くまモンじゃなくてくまモンなんだよね。ちょっと、お、そこ行く怪しい家族連れ。このあれじゃん、このなんか博士っぽいやつ、後ろ姿もいかにも博士っぽいやつ。これあれだよね、なんかそのオラとこのゲームのタイトルなんだっけオラと博士となんたら7日間みたいな、この博士が結構重要な人物らしいんだよね。で、いきなりこいつ失礼だな。そこ行く怪しい家族連れって。もういかにも普通の家族だろう。なかなかだな。やりますね。めちゃんこ無視されてんじゃん。美人の若奥様。あ、これ反応するな。何？私のことかしら。信じられない速度。俺じゃなきゃ見逃しちゃう速度でミサイが反応した。さすがだな。思わず博士もビビる。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか？モニター？なんだそれ？ほら、もなか食べたいぞ。
お、急にモナカ食べたくなるのか。モニター、商品を試して使ってみませんかってことよ。さすがにさ、モナカとモニターを間違えちゃあかんぜ。まあでもしんのすけって5歳だからしょうがねえか。てかしんのすけってさ、よくよく考えてみれば5歳に見えねえよな。まあ身長とかは5歳だけどさ、この風格っていうか喋り方っていうか、もう5歳児のそれじゃないね。これはタダでいただけるんですか。おっと、ミサエ切り込んでくる。タダでもらえると思い込んでいる。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。あー、ヒロシはちゃんと慎重、怪しんでるな。慎重な人間だ。もちろんタダ。やば、いきなりタダか。まあタダよりも高いものってないからな。1週間使って、ああ、まあ要するに試遊してみて、本当にまあ感想で、まあこの家族はこういう感じの、そう、機能があって、もうすっごいこのカメラいいですみたいな、そういう感想が、まあ実際の実体験の感想が欲しいわけだからな、こういうのって。怪しいわね。でもただなら、まあね、我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、はあ、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋であり、ロマンです。なんかめっちゃさ、立派なこと言ってっけどさ、たかがカメラだぞお前。では記念撮影を。このさ、短い距離をさ小走りするの面白いな。で、記念撮影か。おっ、おう、じゃあお言葉に甘えて。まあそんぐらいだったらね、別に写真撮られたからっつってなんか悪用されるわけでもないと思いきや、まあ昨今の世の中やっぱツイッターやらインスタグラムやらあるから、それで早速載せられて、この家族の写真が日本全国中に、いや世界全国にもう回ってしまうからね。ネットは恐ろしいんだよ。まあでもとりあえず撮っといてもね、くまモンと一緒にね。はい、チーズ。ほいよー。わっ、なんか青い光。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がる。カゲロウ、かっこいい言い方するね。なんか普通に青い光とかじゃないんだ、カゲロウか。これカゲロウなんてさ、ちっちゃいことがわかんのかな。パパ、カゲロウって何ってなりそう。お、あれ、オラどこにいたんだっけ。お、え、しんちゃん何言ってんの。そう、本当だよお前、さっきまで写真撮ってたじゃねえか。寝ぼけているんじゃないのか。あれか、なんか新幹線で乗ってた疲れがまだ取れてねえんだな。結局のところね、新幹線やらバスでね、寝てもね、あんま疲れが取れないんだよね。これ多分結構みんなわかる人多いと思うんだけど。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、うん、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。ごめん、なんかそういうのってさ売ってそうなんだけど。普通になんかヨドバシカメラとかビッグカメラとかアマゾン探せばありそうなんだが。素晴らしい発明でしょう。いやもう多分10年以上前からあると思いますけどね。うん、おお、確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないかな。結構いいね。でもなんかこのなんだろう、この色鉛筆かクレヨンみたいな感じの画風がたまらんないね。もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。まあでも確かにな、単純にカメラですぐに写真が出てくるだけっつう機能だから、実感もクソもねえんだよな。はあなんだよな。まあでもタダで使わせてもらえるんだから、1週間ぐらいね使ってみようじゃありませんかと。で、あ、機関車トーマスね。くそ、また我が輩の発明の素晴らしさが分からん連中に声をかけてしまった。やっぱりこいつ何か企んでやがる、悪の博士だ。まあいい、すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。さ、これなんだろう、これ RPG のさ、なんかラスボスの魔王とかがさ言うセリフだよな、圧倒的な力の前って。お前魔王だろ、実は別の作品の魔王だろ。
クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅。あー、これ結構いい。なんか田舎の夏に帰ってきたみたいな。お、声の出演ちゃんと出てるな。お、馬だ。いいね、このなんかさ、色使いっていうかさ、イラストがまたいいね。納税は口座振り替えでリアルだな。納税は口座振り替えで、皆さん納税は口座振り替えでやりましょう。で、あ、なんか、なんだ？あの、縄文時代、弥生時代の人？これオープニングなんか、スカッとする感じだな。お、これは通潤橋前？読めねえな、乗り場。これなんかバス停かな？うん。いやーでもね、この青空にさ、この大きい雲あるのってほんといいよな。大自然。この田舎、お、日の山食堂。こういうのってさ、実際に日の山食堂ってところがあるのかな？それともモチーフにしてるだけなのか？まあ、でも、アッソーとか言ってっから、まあ、ところどころモチーフにしてたり、まあ、ない場所、まあ、フィクションがあったりって感じなのかな？お、アッソー駅。でもって、なんか駅員さんと。アッソーに着いた野原家の面々。ところが、駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。なんだ？喧嘩か？喧嘩か？もう俺騒ぎになってるって聞いたらすぐに喧嘩を思い浮かべるからね。ただあのこの駅員さんもさ、左の女の人かわいいな。ん？どうしたんですか？圧送遺跡発掘調査会注意、遺跡発掘中につき子供はここを通れません。どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。何？人骨か？殺人か？おいおいおい、それは名探偵コナンでやってくれ。うちのは野原慎之介だ、江戸川コナンじゃねえんだよ。ねえねえ、俺しんちゃんの声ぐらいだったらさ、真似できんのかな。ねえ、そこのお姉さん。あ、ダメだ、やめてこ。もう今ので分かったわ、もう無理。俺に慎之介の真似は無理だ。遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？あ、まあでも確かにね、古代人つうか、でも貴重だろう。うん、要するにさ、あの遺跡から骨出るってことは、要するにそこのらへんでちゃんと人が住んでいたっていう証拠だし、まあそこからなんか難しいことは分かんないけど、いつの年代の人とかっていうのも特定できるらしいからね。いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんですよ。あー、それはロマンあるね。あんまさ、日本で恐竜の骨って聞かないよな。恐竜？ドラえもん伸びたの？恐竜？もうごめんなさい、もう本当にさっきから他の作品ばっか出してる。うわー、本当だ。何ザウルスなんだろう。ここに古墳時代の遺跡があるんです。古墳時代か。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。へー。でもさ、これ文面的に言えばさ、古墳時代の遺跡から恐竜の骨ってことは、古墳時代に恐竜がいたかもしれないってこと？それはそれですっげー大発見だろう。恐竜って確かもっとはるか昔だからな、人間が生まれる前に絶滅してるし。まあ、どうなんだろう、そこん、おー、飛んだ。あー、誰だ。ヨーヨーコさん、この人があれか、ミサエの、あれ、幼馴染の人か。やっと着いた。で、なんか左は、ヨーヨーコ、久しぶり。誰だ？左は、左のおっさん誰？こんにちは、お世話になります。おい、お世話になります。ヨーヨーコさんもお久しぶり。あ、しんちゃんとひまちゃんは、初めまして、ね。なるほどね、多分なんかあの、結婚の披露宴とか、そこんところで出会ったって感じなのかな？ふふーい、オラしんのすけ、オラしんのすけ、ダメだ、もう似てねえ。ミサイとヒロシが古くからどっかでお世話になっています。いやもうさ、これしんのすけのセリフさ、絶対5歳児じゃねえよな。こちらはこの貫禄。
私の子供の頃からの友達なの。なるほどね。いわば竹馬の友。お、竹馬の友、難しい言葉使うね。しんのすけにわかるのか。ああ、しんのすけにわかんなかった。言われたそばからしんのすけには通じなかった。竹馬、小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。まあそういうことだね。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。宿場はないけどね。このゆよこお姉さんも結構あれじゃない、可愛らしいね。お、お、また誰だ。ララコちゃん、大きな。ララコ、もう中学生なんだっけ。中学生か。うん、みさよお姉さん、お久しぶり。ララコちゃん、大きくなったでしょ。寝る子は育つって言うからね。あー、でもごめん、あのね、ララコちゃんごめんね。俺それよりもさ、あのララコちゃんが来る前から言ったさ、真ん中のさ、でもお父さんっぽい人、その人の方が俺気になんな。寝る子はお猿きたー。しんのすけギャグ、それはモッキー。お、ララコちゃん、いきなり突っ込むね。今から雨かな。え、それは天気。あー、ごめん、それは読めなかった。それまでララコちゃん、あなた一緒にあれ、しんのすけと M1 出ない？ M1 だっけ、ザ漫才だっけ、どっちか出ない？というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。おい、よろしくね、モンキー。おお、いきなり。まあ確かにしんのすけなんか耳がでかいから猿っぽいしな。ウキー。お、でも本人は嫌がっていない。あ、ひまわりかわいいね。ウキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、竹馬の友を助けに来たんだから。助けに来た。え、待って待って、あれなんかあのヒロシの出張で来たんじゃないの。ありがとう、頼りにしてるよ、竹馬の友。おい、さっきから竹馬の友連発してんな。今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょ。手伝いが来れなくなった。手紙の写真に写ってたイケメン。イケメン。あの写真は1号さん。うちで働いてるのは3号くん。あー、1号さん、3号くん。名前で呼んでやれや。なんか悲しいな。で、忘れてた。わ。こっちで影が薄いのがうちのお父さん。ひどい。お父さんに対してなんてこと。よろしくお願いします。あ、ちゃんとヒロシはすぐに挨拶をする。偉いな。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず。なかなか渋い声してんね。キャップ、なんでキャップなの。自分の家と同じように過ごしていってください。キャップ、なんかお父さんじゃなくてキャップなの。なんでキャップなんだ。キャップは小さな新聞社やってるの。そういうことか。建物があるよ。確かにあれだ、新聞社のなんかその偉い人ってキャップっていう風に呼ばれるしね。おじさん、ケチャップ。はい、またしんのすけクオリティギャグ。ケチャップじゃなくてキャップ。はい、新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。まあでもね、結構この相性あるっていいからな。いやでもね、デスク社長とかよりもキャップの方がやっぱ貫禄あるよ。まあ、親しみやすいしね。そういえば、なんで日の山食堂なんですか。日の山食堂、それはあれ、名前日の山。それは簡単。あれだ、あの、そうか、さっきのあれだ、あのオープニングで映ってた食堂じゃない、日の山食堂。うちの名字は日の山だから。ここがあれか。ちなみにキャップは日の山守る。守る、いいね。でも名前もかっこいいな。全面的に忘れていいから。ひでえな、もう父親の名前どうでもいいみたいな。まあでもキャップって呼んだ方がなんかいいからな。ずっとキャップだし、キャップ。てか娘からキャップって呼ばれるのもどうなんだろうな。まあでもそれはそれでいいのか。方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょ。はい、いやでも、この感じ本当に仲いい家族って感じするよな。まあ野原家も負けてはいないから、家族の仲の良さにおいては。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。おお、もう完全にビールですね。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。なるほどね、その時間だけは俺の時間だから邪魔をするなと、娘たちと。そういうわけでございますな。わかりますよ。そんなことはないぞ。てかこの、というわけで野原家の皆さん、どうぞよろしく。このさ、あのこのキャップのさっきのさ、目が細くなって
細くなってる目で喋ってる瞬間結構可愛らしくない？シロもよろしくね。なんかおじさん萌えになってるわ俺。お、そういえばさ、よくよく考えれば、ごめんさっきも言ったんだけどさ、シロついてきてんだ。どうやってついてきたんだこいつ。普通にあれかな、カゴに入れて持ってったのかな。まあカゴっぽいのないけど。ようこそ日の山。あ、なるほどね。これが、まあ、最初のチュートリアルみたいな感じかな。まあ、チュートリアルっつっても何の操作もしてないんだけど。あ、絵日記のご案内。さて、ここからは自由行動です。まずは左上にある本のマークに注目。熊本駅でもらった不思議なカメラを覚えていますか？カメラに収めた思い出をなんと絵日記にすることができるのです。マイナスボタンを押してみましょう。じゃあ押してやるか。わっ、熊門にブリブリザエモン。なんでなんかブリブリザエモンの言い方もなまっちまった。あっ、ちょっと待って、ごめん、読めなかった。私は何てらカメラ。ちょっと待って、それよりもそれ何、直球変化球、ちょっと左の説明見たい。で、ワニはアリゲーター、ご利用ありがとうございます。なんたらカンテントの知能でお客様の代わり、なんたらカンテントの日記やメモをじゃんじゃん作り、まあそういう、まあ、自己紹介ね。分かった。で、文章を選ぼう。直球熊本駅。あ、あれか、さっきのあの熊門の前で撮った写真ね。みんなで九州にやってきた熊本駅で記念撮影。みんなで九州にやってきた怪しいおじさんからもらったお利口カメラで記念撮影。あ、なるほどね。変化球だとちょっとなんかプラスアルファで文章が、あれ、追加されるのか。だったらまあこれも変化球でしょ。あ、でさらに、あ、あれか、遺跡の、恐竜の骨も取ったんだ。で、誰が食べたの？不思議だな。まあ、基本変化球かな。あー、これも、いいね。いや、これ、この写真見るとほのぼのしますね。よよこ、お前、しんのすけ、よよこおばさんじゃなくて、よよこ、よよこおばちゃんじゃなくて、よよこお姉さんだろ？ひどいなぁ。俺、これ、お前、これは直球な。これは直球。で、待って、これさ、L で、なんか前の日って書いてあるけど、スクロール、あ、スクロールできる。私は、お利口カメラ。このマシンのナビゲーターです。ちなみに、ワニはアリゲーターなんちって。ご利用ありがとうございます。人工知能でお客様の代わりに日記やメモをじゃんじゃん作ります。日記は文章を2つ提案するので、お好きな方を選んでください。なるほど。さっきのあれか、直球変化球に関してが。了解した。じゃあ戻るでいいのかな？あ！動けるんごー！すげえ。俺が野原慎之介だ。よろしくな。なんか、あ、調べられる。はるばる遠くから来たはずなのに、意外にシンプルな野原家の旅行カバン。まあでもね、こういう旅行はね、意外にね、持ち物持たなくてもどうにかなるもんだからな。もうすべてにおいて現地調達で、なんとかなるー。あー、外に出ちゃった。操作方法のご案内。いよいよ外を探検。と、その前に操作方法を確認しましょう。Lスティックを使えば、前後左右を移動できます。十字ボタンと B ボタンを使って移動することもできますよ。詳しい操作方法を見たいときは、プラスボタンを押してみましょう。なるほど。了解した。で、そして移動中は、ゲージね。画面右上に出てくる赤いゲージにも注目です。体力か。あー、スタミナか。え、スタミナなんてあんの？あ、なるほどね。なんかダッシュとかしちゃうと、やっぱり、なんかこれ、言っちゃ悪いけどさ、モンスターハンターみてえだな。さっき左上に更新データが載っていた、モンスターハンターのような仕様。動けなくなっちゃうんだ。で、スタミナを回復したいときは、おやつを食べてね。もうチョコビを食べるしかないと。ふふーい。じゃあ、とりあえず、なんかこっちのドア行けるかな？でも、なに？ヨヨコとララコの姉妹の部屋。入るっきゃないっしょ。しんのすけは背が足りず。ドアノブに手が届きません。ちナレーションさん、しんのすけの運動神経舐めないでください。この程度の高さならジャンプしてもうドアノブひねってもうドンよ。
ねえ、しんのすけ、入りたくないのかお前は。二人の部屋を。頑張って、もうジャンプしろ。まったく、じゃ、外を出てみて。あ、入れない。お、これあれか、洗濯物干しね。なるほど。まあ、特に何も。あ、ドアある。これも入れるかな？どうやらドアが開かないようです。一体、どこに繋がっているのかな？怪しい。え、つってもさ、ここの裏だよね。この奥だよね。もう壁ぶっ壊せ。しんのすけなら多分壁破壊できるよ。しんのすけの戦闘力を舐めてはいけないよみんな。あー、和室1階。いいね、これもなんか、この畳の部屋の感じがたまらんのです。で、どっち行く？こっちか。あー、キャップと、ミサイお母さんと、で、ヨヨコ。ジャンプ？あー、おー、すごいね。じゃ、ヨヨコさんに話しかけてみっか。あれ？隣の家の子供たち、今日は来ないのかな？隣の家の子供たち、あ、開ける。これなんだ？どこだ？ん？あ、トイレか。おトイレですね。で、ここがあれか、日の山。結構立派な食堂だね。もっとなんか、言っちゃ悪いけどさ、もうちょいボロボロな感じするかと思ったらさ、本当におしゃれでシャレオツだよ。あ、いいね。ジャンプ。あ、ここにこっちに繋がっとるのね。なるほど。次はキャップに話しかけてみっか。今日はいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。あ、仕事ね。早く切り上げてきたのか。まだ晩ご飯まで時間があるから外で遊んできてもいいわよ。お、次ヒマ。あ、ヒマに話しかけたかったけどいいや。虫取りのご案内。家の外にいるときは L ボタンで虫網を持ち、 R ボタンで網を振ります。L で、虫網出すのかね。わかったわかった。街の中にいる虫を網で捕まえると、すぐにカメラで撮影して、絵日記を作ることができるようになります。なるほどね。キラキラ光っている虫は、まだ捕まえたことがない証。どんどん撮影しましょう。虫を捕まえて、目標を達成すると、新しい絵日記が、もらえることも。サブ画面の中にある目標をぜひチェックしてみてくださいね。サブ画面。あー、Y ボタンね。Y ボタンと。絵日記、目標、おやつ、ツヤを。ああ、あれだ、アクション仮面のバッグ。でもってアクション仮面の回転するフィギュア、すげえな。どうやって動いてんだ？で、夏の思い出。7月31日、ああ、もう、7月の末なんだね。絵日記見てみっか。絵日記はあれか、さっきのもうそのままか。で、目標見てみっか。目指せ昆虫博士、あ、蜂。え、なに？蜂を捕まえるのか。このさ、5歳児がさ、蜂を捕まえるってなかなか高難易度だぜ。で、甲虫、バッター、トンボ、セミ、蝶、いろいろいるじゃねえか。燃えますね。花アブ、七星テント、ゴイシツバメ、シジミ、オールリシジミ。あ、でもシジミって、あれか。蝶々の仲間かな？多分。で、大黒コガネ。ヤマメ？あ、そういえば魚釣りもできる。ワニガメ？シーラカンス、もう動物の森じゃねえか。いや、待て、ワニガメはまずいって、ま、5歳児食われちまうぞ。ワニガメを舐めたらあかん。で、待って、で、あと、これが、あのか、この真ん中のやつがマップか、マップっつうか地図か。まあ、いや、で、とりあえずじゃあ、まず、ララコちゃんに話しかけてみて、今日は長旅で疲れたでしょ？縄跳びも疲れるぞ。あ、そうか、長旅と縄跳びね。ちょっとね、気づくのに遅れる。今日は長旅で疲れただろう。おら、縄跳びしないぞ。同じように返す。でもって、中庭か。青山家？なに？目の前、青山家なの？あ、こっち側が青山家なんだ。青山テルマが住んでんだ。ちょっと、シロに話しかけて。シロ、白の犬小屋、ここにあったのか。
あん、あん。なんかね、俺のね、白のモノマネね、聞きようによっては白に聞こえるし、聞きようによっては、アンパンマンのチーズに聞こえることがある。で、待って、これさ、そういえば、L で、あ、すげえ、見えないところから、網を。あ、待って、今飛んでった。あれが、あれか、虫か？で、R で、あ、こうか。あ、待って、手前、これ取れんのかな？これかな？イエーイ！あ、取れた？あ、来た？何？なんか今、左。なんかすぐ取れたとかないの？ん？あー！ハナアブ。蜂に似ているハエの仲間、ナミハナアブが本名らしい。結構本格的に、あれだね、虫の、その図鑑みたいな感じになってんだ。いいね！これどんどん捕まえようじゃねえか。ただまあ一旦不必要な時は、この網はしまっておこう。で、来たるべき時が来たら、こうやって何もない場所から俺は網を出す。お前やるのか？俺もやろうか。つって感じで。かっこいいな。で、これ、あ、工房青山。ちょっと行ってみっか。調べる。工房、あ、青山。あ、青、青、青空か。青空のお店がある。どうやら幼稚園児が買える値段のものはない。あれ待って、でも、青山さんじゃなかったっけ？この人。あ、青山家、あ、そうか。お店の名前は青空なんだ。騙されちまったぜ。あ、待って。いる。これ捕まえられる？あ、あ、カメラが。あ、いる。はっ。これ距離感わからん。距離感わからん。距離感わからん。距離感。距離感。距離感。だ、おぉ！なんだ？これは、アゲハチョウじゃないの？アゲハチョウ。アゲハチョウ！しかもあれだ、捕まえた場所もちゃんとね、記録されんだね。旗織り工房、アゲハチョウ。都会から野山までどこにでもいる。馴染み深い蝶。まあそうだね。基本的に都会にいるのはさ、アゲハ蝶とモンシロ蝶とか、そこら辺だよね。あ、うら、シロに迎えに来てもらったけど。お、てか、なんでシロそこに、お前さっきまでさ、犬小屋にいなかったか？いつの間に、俺の先回りしていたんだ、こいつ。シロはどうやってここまで来たんだ？やるじゃねえか。おお、急に。てか、これ、飯？夕飯か。ラーメン？すげえなぁ。ヨヨコさんもあれか、ヨヨコとミサイで作ったのかな。張り切っちまってなぁ。でもさ、こういうところで食う飯うまいよなぁ。あ、いいね、このお醤油取って、とかね。おー、いいね、この夕暮れ時。たまらんなぁ。ごちそうさまでした。お、飯を食い終わって、本格的に夜になりましたね。ごちそうさまでした。ちゃんとみんなでごちそうさまだわ。で、次は、ん？おー、温泉じゃねえや。温泉ではない。で、お風呂。でもってさ、後ろ見て。後ろあれじゃん、ロープウェイじゃん。え、すごいね。自宅の風呂からさ、ロープウェイ見れるなんてさ、すごいな。で、風呂上がりまして。夜遅くに寝ちゃダメよ。出たい時はママも行くから、声をかけてね。おー、わかりました。まあ、危ないからって感じか。かけたぞ。で、セーブ中と。ん？で、ん？どうした？野原家が居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると、風に乗って女性の声が聞こえてきます。あ、確かに。誰の声だ？隣の住人、青山畑が子供たちに本を読み聞かせているのです。青山さんか。じゃあ会いに行ってみっか。まあ目の前だしな。本当に目の前だからな。プライベートもクソもねえよな。この人が青山畑さん？あれじゃない？
今日のお話はどうでした？楽しかった？あー、癒される声。こんな声で絵本を読まれたらもうイチコロでございますね。つうかさ、あれだよね、アッソーの駅の前にいた女性だよね。お母さん、誰か来てるよ。てか、待って、やべ、今気づいた、ごめん。ハタさんに気を取られて、これねねちゃんと、風間、カズマだ。風間じゃない、カズマです。来てるよ。ねねじゃない、キネです。こんばんは。この子お姉ちゃんの友達の子なの。てか、待って、息子と娘なんだ。子持ちですの、青山さん。ハタさん、子持ちだったんだ。もうショック。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。なにこの、やばい、こんなこと言っちゃあれだけど、ミサエ母さんよりも、ハタさん、めちゃくちゃ色気あんの。そう感じるの、俺だけでしょうか。恐竜の骨、気になるよね。やべ、いや、俺はハタさんが気になります。でもさ、俺ちょっと疑問なんだけどさ、しんのすけが全然、なんか、お姉さんってなんないんだけど。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。ハタさん十分美人で綺麗だと思うけどな。うちの子たちと同じくらいだね、二人とも。でも完全にさ、あの風間くんとさ、ねねちゃんのもう売り二つだよな。カズマとキネだっけ。はい、自己紹介。カズマがなんかあれだな、本来の風間くんよりもちょっと肌が濃いのかな、日焼けしてる感じかな。で、キネちゃんはねねちゃんよりもなんか髪があるから、ねねちゃん確かに髪茶色っぽかったんだよね。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。よくありげなカズマだね。かっこいいだろ。まあカズマって名前かっこいいわ。私はキネ、綺麗な音色という意味だって。へえ、あー、それはいい名前だね。名前素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あー、でもどちらかっつうとあれか、今言われてから気づいたけども、どちらかというとちょっと餅つきのキネから来ちゃうな。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。わかる。まあそりゃそうだよな。いつもあの仲良かった友達がまんまいるもんだからな。風間くんとねねちゃんにそっくり。 A ボタン押しちゃった。まあな。ってことはさ、毎晩ここでこうやって、あれじゃないの、ボーちゃんとさ、もう一人誰だっけ、ボーちゃんともう一人誰だっけ、もう一人の名前忘れちった、しんちゃんとか毎回泣いてる子誰だっけ、あの子の名前忘れちったな。ただあの子ね、なんかね、車運転する時とかね、まあ本来であれば5歳児が車運転するっていうシチュエーションはまあ皆さんからすれば考えつかないと思うんですが、まあその5歳児の子が車を運転する瞬間がありまして、その際めちゃくちゃ凶暴化する子がいるんですよ。誰だっけ、名前忘れちったマジで。マサオくんだ、マサオくん、マサオくん、そう、マサオくんとボーちゃんどっちもいるかもしんねえんだよな、似てる子が。でもハタさんいいな。女の子でした。名前はエル。体の長さが人の10倍以上。いやー、声がいい。大きな生き物です。知ってるかい、ここは古代九州を治めていた一族が作った町なんだ。だからとってもすごいんだぞ。すげえな、古代九州が収めていたとか難しいことを言ってからの、だからとってもすごいんだぞっていう幼稚園児っぽい発言するっていうね、上げて下げるパターンな。で、キネちゃんはこの町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、キャップさんって知ってる？知ってます。でもって俺は見逃さなかった。ある日、まだ名前のついていない。きたー、なんだ、バッタかな、なんかバッタっぽいんだよな。まあ見てみましょう。その長い首を伸ばして、あ、この絵すごく良すぎる。剣について皆さんと話し合いたい。夜の縁側で本を読み、子供たちが聞いていた。風のように静かな声が聞こえてきたよ。夜の縁側、まあ変化球だろう。春日部防衛隊にすごく似ている子供がいる。アッソーは古代九州を治めていた人たちが作った町らしい。覚えておくぞ。あ、これ覚えておくぞってことは結構重要な気の利いたシダ類の枝、あれなの、話なのかな。でもってさ、スズムシか。
スズムシいるんだ。まあでも田舎だからいるよな。もう都会とか絶対にスズムシもういないもんな。そう、スズムシなんかまあ多分あのペットショップとかさ、昆虫ショップとかじゃなければ。ま、え、なに、今日はもう寝ますか？寝ません。なんで勝手に寝かさないでください。え、じゃあ、え、待って、そういえばあのミサエの許可取んなきゃいけないんだっけ。ミサエになんか外出るときは一声かけろよみたいなこと言われたから。あ、でもって、あ、どうした？もう眠いのか？ヨヨコさん泣いてんの？これがヨヨコちゃんの夜の日課。毎晩毎晩とても感動的なメロドラマを見て、彼女は泣いているのです。何を見てるんだ？泣けるドラマってなんだろう。やべえ、あんまドラマ見ねえからわかんねえや。ひまちゃんはもう疲れてお眠かと思ったけど、意外に元気なのよね。知らない家に来て興味津々なのかしら。まあな、ちょっとひまも結構高揚してんだろうな。でもってこっちにキャップがいて、あ、お二人とも飲んでおりますね。今日は疲れただろう。毎日が夏休み、楽しみだな。でも俺は仕事だけど、お疲れ様です。そう、野原家の大黒柱だからね。キャップにも話しかけてみっか。おじさんは昼間新聞社にいるから遊びにおいで。遊びに行きます。でも仕事の邪魔になんねえかな。お、日の山食堂で待って。あ、ちょ、え、こっちも光ってる。くそ光ってるよな。あれ、あ、消した。あ、捕まえた。何？なーにー、ね、今の虫ね、見たことあるかもしんない。半妙。当たってたら、あの、10億ください。で、俺が間違っていたら、皆さんに10億を配ります。なにこの、こんなのまで写真撮るの？どんなドラマか知りたいな？半妙合ってるー！はい、皆さん10億ください。これで10億もらえるなんて、安い商売だ。あー、寝ません。なんで毎回寝るの？なんで毎回寝るかどうかの確認をするの？で、待って、ここにも蝶々いた。なんか蝶々っぽいのいた。蝶々っぽいの。ほら。てめえ、来た！ケイーン！なんでこれ？あ、モンシロチョウかな？多分モンシロチョウっぽい。モンシロチョウ！そう、で、幼虫がね、キャベツ大好きなんだよね。でね、あのさ、これさ、間違ってはい押しちゃった時の絶望感半端ないからやめてください。で、なんかさ、これちょっと待ってくれね。あ、調べられる。なんかね、こことさ、で、シソか。そう、葉っぱも手に入れることできるんだ。なんかね、ここだけちょっとグラフィックが違うからさ、なんか取れるかなと思ったら、シソ。これちなみになんか、あー、リアル！めちゃくちゃうまいね。すごいね、この質感。シソを手に入れた。これは大葉とも言うけれど、大葉か野郎とは言わないよ。そんぐらい分かってるわ。面白くもなんともね。もちろん寝ません。まだ夜は始まったばかりだ。みんなで楽しもうぜ。なあ、あ、待って、ごめん。今、シロに話しかけちまったが、俺はそれよりも、あーん！ねえ、あ、違う、いる。ちょっと待って。ねえ、待って、ねえ、ちょっと待ってくださいよ。あ、ここでいいのか。これセミだよね。アブラズミ？アブラズミだよね。アブラゼミ！セミには珍しい不透明な羽が、あ、そうなんだ。あ、でもそう考えると確かに、アブラゼミ以外のさ、ミンビンゼミとかツクツク帽子も透明な羽だよね。アブラゼミだけ確かに、まあ、もう見慣れちまってるからさ、あの、アブラゼミって多分、都会とかに住んでたら、一番見かけるセミナンバーワンなんだよね。あの、セミの帝王と言われるのがアブラゼミだから。あ、待って、なんかいる。アゲハチョウか。で、まず調べることもできる。イチジクの実がなっている。食べられるんだったっけ。
わからないから食べないでおこう。イチジクって果物、一応果物だよね。あんま俺も食べたことないな。あ、わかる道。で、7月31日の今月曜日って書いてあったよね。ちょっと待って。いや寝ません。毎回寝るかどうかの確認。7月31日月曜日、わかる道。で、ゴミ収集日。お、この街は火曜と木曜が燃えるゴミの回収日。これも覚えておくべきなのかな。で、待って、俺は見逃さなかった。俺じゃなきゃ見逃しちゃうねポイントを発見。テントウムシかな、なんか赤いちっちゃいやつ。え、テントウムシではない。マメコガネ、美味しい植物が大好きで農家さんには嫌い。あー、なるほどね、害虫ってやつな。で、待って、これもシソかな。いっぱいシソが手に入る。で、待って、どうしようか、こっち行くかこっち行くか。まあこっちかな。ダンシングジロー、こんなところにパーティーナイト、パーティーナイトできる店がある。話しかけてみるか。なんか怪しいお兄さんがいるぞ。やばい、なんか髪も染めてるし、やばいんじゃねえのこいつ。そう思いながら、しんのすけは思い切って自己紹介。このしんのすけのさ、この度胸すごいよな本当に。なんだ、一郎の家の隣に居候してんのだ。あ、居候させていただいてます。どうも、野原しんのすけです。俺はジロー、キッチンとかラーメン屋は無関係だな。すおいおい、怒られるぞ。おいおい、ジローさんだろうがっつって怒られるぞ、殴られるぞ。おお、結構あれだな、心が広いな。なんか扱いにくいガキンチョだな。てか、この、あの、ジローさんもイケボだな。次、ミラーボールもあるし、結構あれだね。こういうところも、すごいね。で、こっちも、ヒノミ、牛いる。でもって、虫いる。牛がいるし、虫もいる。ごめんね、俺滑舌悪いからさ、聞こえづらいと思うけど。で、アゲハチョウか。で、こっちにもいる。あ、モンシロチョウか。で、これは調べられる。なんだろう。コゴミ？コゴミってなんだっけ？なんかあれだね、山菜のさ、ゼンマイみたいだね。あの、ぐるぐるのゼンマイみたい。で、寝ません。まだ夜は始まったばかりなんだ。で、牛さんのところ行けないの？牛さん遊ぼう？てか、こんなところで牛いるんだね。すごいな。じゃあ、こっち行くか。何この、そっち側行きたい。俺も混ぜてよ。僕も混ぜてよ。でもって、なんかあっちにもお姉さんいるし、やっぱ気になるところがありまくりまくりまくり。おーい、そろそろ帰る時間だよ。山田もっと、それ本名ですか？山田もっとさん、それ本名ですか？お前帰りますけども、帰るんだけど、その前にその山田もっとっていうのが本名なのか教えてください。あー、もう、はい、おやすみなさい。強制的に寝かされる。まだ俺まだ起きてたいよ。少なくとも深夜5時まで起きてたい。朝の5時まで起きていたい。そこから寝ればいいじゃないですか。朝の5時に起きて、朝の7時に起きる。睡眠時間は2時間だけでいいです。まあ、でも5歳児だから、どんどん身長が伸びる時期だし、ここは我慢して寝ましょう。てか、流れ星なんか、流れたね、今。流れ星ね、キラキラ光れたから、キラキラ星か。お、これまでの出来事を記録しますか？します。じゃあ、データ1に保存しちゃおうかな。よし、ごめんね、あのね、さっきね、あのままね、続けたらね、次の日になっちゃったから、ちょっと次の日に関しては、まあ、次の次回パート2で、やろうかなって思います。いやーね、ここからね、俺のこの、アッソーの村の探索が始まるって考えるとね、ワクワクしますね。まあ、ちょっと、1日目はね、やっぱ、このアッソーの村来てから、夕方ちょっと、散歩して、でもってその夜出かけただけなんで、まあ多分次の日から本格的に探索が始まるんだと思うんで、まあ頑張ってやっていこうかなって思います。つうわけで、じゃあ今回こちらでオーラと博士の夏休みパート1、まあそうだな、パート1つうよりかは1日目かな、終わろうかと思います。では次回パートの2日目にてお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いいたします。じゃあねー。